こんばんは。はい、先ほど長谷川コーチとね、ボレー&ストロークで、はい、加藤コーチのボレーがすごく素晴らしかったので、はい、実際解説の方をね、はい、していただきたいと思います。はい、はい、加藤コーチ、何かこう今のボレーですね、こう長谷川コーチのボレーストロークでのボレー、はい、ここに関してこう何かこうポイントとか、はい、気をつけておこうとか言っていただけると。まあ、そうですね、やっぱ相手が打つタイミングでしっかり構えるとあとはやっぱ打ってくるなと思うとこうちょっと受け身になってますけど、そうすると打点が遅れやすくなるので少しまあ前にリラックスしてセットして、で結構初心者のボレーってこう横向きをしっかり作りましょうっていうので入りすぎちゃってると横向きを作りすぎて打点が遅れちゃうんで、特にこうラリーの中で急に来た時なんか前にラケットセットすると前にセットすることによって打点が前に取れるんで、まあ、多少踏み込みが遅れても前で取れてる分ボール返ってくれると、なのであんまり横向きを作りすぎずにできるだけ前セットで入ってくれば横向きって感じの形で打ってもらうと実際のラリーで使えるショットになります。あんまりこうコーチがこういう出しますって言って1、2ってこういうのは実際の打ち方じゃないんで、実際に打つ時にはもうここに来たらセット、そこから入ってくれば十分 OK なので、ちょっとセットの位置だけ気をつけてもらえばいいと思います。はい、ありがとうございます。では実際にね、やっていただいて、はい、もうやってたんですけど、もう一度やっていただいて、はい、見せていただきたいと思います。長谷川コーチ、よろしくお願いします。お願いします。リトプリ TV チャンネル登録よろしくね。はい、では実際にやってもらいます。はい、前の方にポイントしっかり意識してもらっていきますので、ラケットが前に出ることで、さばきやすくなるのとリラックスできる状態になりますので、足が動いたり、ね、できますので、こう横向きを作りすぎないように、とにかくボールの方にラケットセットしっかり準備する形で、こうすると、ボールの方を返すことができます。ナイスキャッチってなると最後ね、しっかりこう決めることができるという形ですね。はい、今度はちょっと横の方に動いていきます。はい、先ほども解説でありましたけど、ラケットは前のセットですね、こうちょっと意識して叩けると横向きを作りすぎない、しっかり前の方向いてセットですね。しっかり前の方にセット、あとはボールに対して合わせられるように、横向きめっちゃ入れたバージョンでやってる。はい、次は横向きめっちゃ入れたバージョンですね。はい、間に合わなくなっちゃうんですね。こうタイミングが取りづらくもなりますので、しっかり、ね、こう前の方でさばく方がいいですよ。横向き作りすぎちゃうとさばきづらくなってしまいますので、そこちょっと気をつけてください。前で取ってあげると、なのでラケットのセットが前にあるとボーンってできる形になりますので、ちょっと意識しながらやっていただけると OK です。はい、ありがとうございます。はい、実際には見させていただきまして、やっぱりラケットが前にある状態とあと横向き作った状態、すごくはい、動画の方で見ていただけると多分わかると思うんですけれど、結構違いが、はい、出てきたんですけど、その上でこう横向きに作らなきゃいけない状況と前を向かなきゃいけない状況、はい、その違いって何かありますか？ストレート打ちたいよって場合は結構横向きを強く入れた方が安定するんですけど、まあ、クロスのラリーなんで、まあ、少し前にこうセットしてあげて前に打ってくると、相手のボールが速い場合は、まあ、前にセットしておけば安定する。逆に遅い場合はちょっと体をしっかり入れてあげるとコース隠していろんなところに狙って打てるので、まあ、余裕がある場合はちょっと入れておいて相手を見てストレートクロスを上げるとかいろいろ打てる場面もあるんですが、まあ、基本余裕がないことを想定して前にセットしてあげると。はい、ありがとうございます。状況にね、応じてその体の向き、ラケットの位置ですね、ちょっと意識していただけると、いいと思いますので、皆さんも、そこを意識しながら、はい、ボレーの方もね、やっていただければと思います。加藤コーチ、長谷川コーチ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。